は前の座席の下、奥深くにご収納ください。電子機器は機内モードなど、電波を発しない設定に変更するか、電源をお切りください。なお、非常口座席にご着席のお客様には、緊急時の援助をお願いしております。シートポケットにございます。インフォメーションカードを出発前までにご確認ください。ご協力をお願いいたします。ご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機はスカイマーク176便、神戸空港行きでございます。神戸空港までの飛行時間は本日は強い向かい風の影響を受け飛行に時間を要し1時間53分を予定しております。当便の機長は2位の副操縦士は山本、客室のチーフは大津でございます。この飛行機には4名の客室乗務員が乗務しております。ご利用の際には気軽に声をおかけください。また皆様に安心してお過ごしいただくため、鼻と口をしっかりと覆う適切なマスクの常時着用、席エチケット、大きな声や飲食時の会話を控えていただくなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまより機内の安全と非常用設備についてご案内いたします。お近くの客室乗務員にご注目ください。シートポケットに安全のしおりがございます。合わせてご確認ください。手荷物の収納方法についてご案内いたします。手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下にご収納ください。非常口や通路に置くことはできません。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。離陸・着陸時シートベルト着用サインが点灯している間はシートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれがないようしっかりと締めます。飛行中の揺れに備えシートベルトは常にしっかりとお締めください。外す場合はこのように金具の片方を持ち上げてください。離陸・着陸時地上走行中は背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。酸素マスクについてご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せると酸素が流れ始めます。マスクを鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと、長さの調節ができます。必ずご自身のマスクを着用してから、他の方の着用を援助してください。非常口および脱出方法についてご案内いたします。緊急時は乗務員の指示に従ってください。飛行機が完全に停止した後、乗務員の指示に従って、は機体の前方、中央、後方、合計8箇所です。お近くの非常口をお確かめください。脱出口には滑り台があります。腕を前にしっかり伸ばし、上体を起こしてバランスを取りながら滑ります。脱出の際は手荷物を一切持ち出さないでください。またハイヒールなどの先の尖ったものは滑り台をパンクさせる恐れがあります。脱出の際は身の回りから外してください。緊急時の衝撃防止姿勢は安全のしおりに記載されています。ライフベストについてご案内いたします。ライフベストは座席の下にございますが緊急時以外は触れないでください。お子様用のライフベストは客室乗務員からお渡しいたします。袋から取り出し、頭
頭からかぶります。次に背当て布を後ろにし、両側の留め具を前の差し込み口に入れ、しっかりと締めてください。前の赤い引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう非常口のところで膨らませてください。シートポケットに安全のしおりが入っています。離陸前までにご確認ください。なお、この飛行機は通路、化粧室を含め全席禁煙です。加熱式タバコや電子タバコの使用も法律により禁止されております。また無煙タバコの使用もお断りしております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。引き続きお願いいたします。緊急時酸素マスクを使用する際にはご自身の衛生マスクを外してください。これより客室乗務員が離陸前の安全確認を実施いたします。声をおかけした際にはご協力をお願いいたします。